お題の発表をしていきたいと思います、はい、第2回のお題がこちら、ドドン、商品化狙ってるチームマスコット作り、イエーイ。というわけで、ちょっとかなりですね、1回戦目がちょっとみんながね、思ったよりね、こだわって作ったので、みんなね、ちょっと白熱してしまいまして、ちょっと時間がねかなり経ってしまったんですけども、第2回の皆様の、それぞれのチームのイラスト設計図をお見せしましょう。これね、やばいです。じゃあですね、こちらなんですが、天馬チーム、僕夏くん、僕夏くんですね。そしてアルさんチームがマガツバナ、そしてカオルチームが名前のない無名ですね、無名くんということで、まあちょっと怖いんですが、これね、やっぱね、オーガさんが描いたイラスト、これ可愛いんですよ。ただこの可愛さをいかにこのまま表現できるか、うん、これね、角でしょ、角で、イズルくんの猫で、天魔の剣とロベルのお酒だよね。ちゃんと4つね、コンセプトが入ってて、アルさんチームはね、これ聞いたんですけど、釜ピザ釜、花の茎で、上にジャッカルだったかな、かな。そしてカオルチームね、これね、可愛らしいんですよ。これ可愛らしくて、ウサギなんですよね。そう、キラーのモチーフのウサギに対して、カオルくんのリボン、黒いリボンね、黒いリボンと、ボルトかな。もうね、頭にね、ボルトが刺さってる生き物はね、フランケンシュタイン以外いないんですよ。うん、ハロウィンに出てくるね、怪物のフランケンシュタイン以外ね、僕は見たことがないんですよ。あ、5分前です。さあ、じゃあアドバイスしていきましょうかね。どうもどうも、5分前です。はいはいはい、うん、このウサギの顔、実は僕たち、僕の画面でですね、はい、お三方にバレないように可愛くなるポイントがあって、それを視聴者さんに紹介したんですけど、はいはいはい、それを見つけれると、はい、はぁ、顔ですか、もう可愛いだろ、これね、もうワンポイント可愛くできるんですよ。もうワン、え、顔ですよね、顔ですね、顔。ウサギってどう、なんか何が可愛いと思います？鼻？鼻？お、もしかしてそういうこと？じゃあここ4マス分作るってことじゃない？いや、多分ここの先端にこうじゃないですか。あ、これ違うな。可愛くない。これマリオなの？バブちゃん、これバブちゃんみたいな。これの鼻、鼻ちゃんの。ね、これね、みんなね、今ね、今のニュアンスで、ね、チェストに入ってるアイテムなどをいろいろ見てもらって。クラフトというところにね、手を出していただけると答え見つかるんじゃないかなと思います。あ、スイッチとかどう？スイッチとか、スイッチ。さあ、頑張ってください。こっちの上の土、さあ、残り5分切っておりますけれども、どうですか？うん、あ、いい感じですね、今土と。さっきね、チラッと見た時に、うん、目がね、傾いている方がね、狂気さが高くてよかったなって思ったんだけど、直せる？まあ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 、うん、でもね、可愛いよね、相当キモいね、うん、可愛さの権限よ。まあ、まあまあ、マスコットってやっぱね、そうそう、可愛さだけじゃ、うん、そうそう、可愛い可愛いしてるのもちょっとあれなんで、ね、まあね、その熱量がこの視聴者さんにどこまで響くかっていうところにはなってきますけどね、うん、分かってくれるはずよ、ね、コメント欄はもう欲しい、家に買いたいしかないよ。ちなみに、はい、運営視点だとちょっと雲気怪しいですかね、うん、あ、あれマジか。さて、どうですか、ラストスパートどうですか？いや、もう最高ですよ。あ、でも可愛い。可愛くない？めちゃくちゃ可愛いわ。可愛いよね。可愛い可愛い。ちょっとこの石を壊しては、もうここ登んないよ、大丈夫？大丈夫です。残りのあとね、2分、1分半ぐらいかな。マトンさん。こちらはお名前はなんて言うんですか？これは生まれうさぎちゃんです。そうです、生まれうさぎちゃんです。うまうさです。うまうさ、略してうまうさぎ。うまうさ、別の動物の要素が、まあいいや。いや、それもちょっと意識しつつ。なるほど。それは、キラくんとカオルくんとリカちゃん、3人で作ったってことでいいかな。はい、あ、そうですね、はい、私たちのデザインの、私たちモチーフのね、もう可愛いしかない、この塊。
そうでしょう。じゃそれぞれあのグッズ、その作ってもらう、そのこのマスコット作ってもらうときにみんなの要素をね、うん、入れてほしいなみたいなことを言ったと思うんだけど、じゃあ一個ずつ、じゃあキラ君からどこが自分の要素になってるかちょっと教えてもらえますか。はい、僕はそもそもウサギがモチーフなので、うん、そうだよね、あのウサギの帽子をかぶってるんですけど、うんうんうん、まあ、そこから着てるのと、まあ、お目目に。なるほどね。カラーがね出てる。自分の目をね。はい、うんうん、いやいいなあ、いいなあ、かわいいなあ。リカちゃんは？俺はまあロイドなんで、はい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 、このぶっ刺さってるネジと、まあ色ピンクを散りばめてるってとこもそうですね。そうですね。うん、まあね、ピンクね、カオルくんもね、ピンクだからね。そうそう、私はこの後ろの尻尾の部分のこのリボン。はいはいはい、いいね。これはもう自信つけた。レベル高いよ。尻尾にリボンはね、普通にさ、デザインとして可愛いもんね。可愛い、そうそうそう。これなんですか？これ入っても大丈夫ですか？そう、それだけじゃないんですよ。そっちじゃないですよ。そっちからじゃないですよ。あ、そっちからでもいいですか？こっちから。こっちからでも大丈夫ですけど、両対応ですけど。ここから。なるこれちょっとグッズ化した時のアトラクションとしてね。グッズにアトラクション要素は多分いらないと思うんですけど。うん。これ気づきましたね。鼻ね。それ合ってました？合ってます、合ってます。おー、よかった。たどり着いた。ウサギといえば鼻。てかまあ、ね、あの口のね、もしもしした感じがね、やっぱ可愛いので、ウサギ要素を出すっていう面では、この鼻をつけることによってね、ください。僕もかなり好きです。やったというわけで、次のチームに行こうかなと思います。はい、お待ちしておりました。こちらの作品は、シエン君とアルさんとミヤビ君が作ったってことでよろしいですかね。そうですね、はい、我々が担当させていただきました。はい、一応あの最初にあのそれぞれの要素を入れてほしいみたいなことを言ったと思うんですけども、うんうんうん、ちょっとみやびくんから順番にどこら辺がみやびくんの要素になってるかね。ですね、僕はもう花ですね、はい、見た通り、花ですね、お花、そうだね、うん、花ですか。見た通り花ですね、あの花ですね、かまどの上から全部花ですね、一応ね、うんうん、目も花だし、茎はわかるんですが、うん、花、花はあの花です、目ですね、 目です 目が花になってるんですよ、あれ。そしてじゃあアルさん要素は。俺要素は下だね、この植木鉢の部分がかまどになってます。うん、なるほど、そうなんですよ。これ見た感じ危ないよ、危ないね、死人が出ますね、燃えちゃいますね、うん、入れるんですけど、入れるんですよ、死にたい方だけ。なるほど、メイクエイトさそう、仮装もできるということですね、うん、そう、はい、なるほど。っていうかまあここで焼かれて死んだ人たちのエネルギーによって花が咲いてそう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 、マガツバナなんで、マガツバナなんで、マガツバナって言います。あ、マガツバナくんってことですね。マガツバナくん、マガツバナくんです。マガツバナ様様。まあ支援くんポイントは、そうか、支援くんね。あー、まあまあ私はそうですね、あの顔の部分ですね、うん、もうどちらが顔の部分で一箇所しかないんですけどもそうですね、はい、あの黒い部分があれ顔になってますので、一箇所しかないんですけどもね、はい、頑張ってくれたんです、あれ。いや難しいですね、うん、ジャッカルの顔って。あ、この上のちゃんと土にね、ちゃんと出てるんですよ、そうそう、オーラが、オーラも出てるし、ちゃんと土の部分がね、ちゃんとあるんですよ、窓の上、見えないんだけどね、そうそう、ちょっと土になってんのよ。あ、はい、中入れば見えるよ、アステコ。中入ると、うん、上が土なの分かるから、ちょっと見てみて。うん、ちょっと宮部君、じゃあ前立ってよ。あ、はい。こうですね。死んだな。あ、ずーい、ちょっと、アザルさん、奥天国行っちゃうから、これ。天国行っちゃう、消化されちゃうって、奥これ。マガツバナ。捧げられたな。マガツバナ。ありがたい、ありがたい、ありがたい。マガツバナさん。これでマガツバナが完成ということで、じゃあありがとうございました。はい、いや、これはこちらですね、ホロスターズのグッズ化担当のアステルと申しますけれども、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。こちらのこの4人で4人組で作ったということでよろしいでしょうか。はい、はい、間違いないです。最初にあのですね、僕の方からちょっとあのみんなの要素をね入れてほしいってお願いをしたと思うんですけれども、いずる君から順番にちょっと自分の要素がどういったあたりかちょっと説明してもらってもいいですか。そうですね、はい、やっぱ僕はもうその、うん、なんもう大陸の方ではもうマオマオと呼ばれて親しまれているわけですね。はいはいはい、猫猫ですね、猫猫。そうそうそう、だからまあその猫耳要素みたいなのをつけまして、うん、でまあそのやっぱピアスといいますかね、ちょっとどれですか、アクセサリーもね、黄色い部分でね、上に黄色い部分あるんですか。そう、ちゃんと表現してます、あれで。なるほど、素晴らしいね。そうです、いいですね、素晴らしいね。でまあその、はいはい、やっぱりその、はい、頭に特色があるのって僕だけじゃないんですよ。うんうん、そうですね、そうそう、そのオーガの角も本人のカラーでね。ちなみにオーガさんはあの1ミリも動かないんですけど、これオーガさんはあオーガさん途中でちょっとあの画面酔いがありまして画面あの
そうですね。一応あの現場監督的な、でもね、大和さんずっとここにいました。常に全体像で、あのアドバイスくれてたからね。ただやっぱりそのそこを補っていこうっていうね、我々のチームの努力。まああの私も一応バランスを全体のバランスを常に、ね、そうオーガの角も入ってるもんね、オーガあそこね、うん、そうなんですよ。 あれが角ってことは真ん中に入ってる、そして真ん中の生えてるやつがオーガの角、そしてそのイズルの猫耳、うん、そして我々、そしてじゃあ、まあ、じゃあまず騎士道天馬、はいはいはい、しっかりとちょっと、ね、寝る寝ましょうか、寝ようか、はい、なんかいつもごめんなさいね、いつもあの夜迎えてしまって、いや全然全然、いや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 、我々この夜に動いてる人たちなんで、あのですね、1点あるのが他の2つのチームにはなくて、夜が映えますね、このマスコットは。おお、まあ、そのグラスに入ってるね、グラスに入ってるそのマグマとかもやっぱ気づいちゃう、気づいちゃう、気づいちゃう。アステルさん、僕の名前何ですか？幽谷ロベルですよ。おお、確かに幽谷ですよ。後ろ見てください、後ろ。後ろそうだね、後ろポイント高いね。後ろっていうか、まあ、まあ、その立体部分ですね。そう、まあ、背中ですね、背中。この背中の部分。あ、見てください、尻尾が。尻尾があります。で、ちゃんと前足もあって。前足もあるし。そう、あの、ちゃんと真っ直ぐ見ると、前足なんだよ。あるんですよ。あの、足なんです。リラックスしてる感じで。前に座ってるっていう。そうそうそう。二重顎がすごい発達してるとか、そういうわけじゃないんですね。本当に綺麗に消化してんのが素晴らしいですよ。うん、これ、ありがとうございます。正直に今回はツイッターお願いします。分かってくれてるはず、きっと。お願いします。ツイッター票877票中の 41.6%。 41.6%。 カオルチーム、一気にやってんだ。やば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 。僕はですね、この投票 の, この今の点数の僅差見ても買えません、うん、僕はもう決めておりました。おお、うん、はい、はいはい、グッズ化、本当にグッズ化を考えた場合、うん、本当にグッズ化を考えた場合、うん、はい、商品化するチームは、はい、チームは、カオルチーム。というわけで、まあ、これ今2時間半ほどやってきたんですけど、ちょっと私事でちょっと大変申し訳ないんですけども、うん、はい、ちょっと皆さんにお願いがございましてですね、はい、今日みんなで建築楽しんできたじゃないですか、はい、最後にみんなの個性を見せてほしいなと思いましてですね、個性、今日何の日か知ってます？知ってますよ。俺は知ってますよ。それや。僕たち仲間だもんね。じゃあせーのでいきますよ。せーの。アステルさん、おめでとう。ちょっとでもね、潰れすぎて、ちょっと潰れすぎて何が何だか分かりませんけれども。はい、言えてない、ついてきてもらっていいですか？言えなかった人誰ですか？ついてくる、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 なんかあるんですか？まさかそれなんだろうって思った、ここの砂を、ここの砂を、これここの砂をちょっと慎重にみんなでちょっと全部剥がしてほしいんですけど、え、下からやっていいの？ちょっと僕その配信の20分前ぐらいにちょっと作ったんだけど、すごいすごい、おー、でもこれアステルさんあれだよね、自分で作ったんだよね、このケーキ自分でね。そう、あのね、まだそこを言う、これそこを言うんや。違う、まだこれね、完成してないんですよ。あ、そうなんだ。あ、なるほどね。だってこれ、クリームしか塗ってないんだもん。あ、そうだね、これが、だからね、仕事がないもんね。最後、みんなにここ彩ってほしいんだよね。え、あー、なるほど、任せてよ。僕ここで見とくから、そのぐらいやりますよ、うん、みんな僕に花咲かしていいのこれ、誕生、うん、だから好きにやってよ、誕生日プレゼントでケーキをちょっと彩ってください。ろうそくもないよ、飯持ってないですか、うん、お願いします。制限時間は5分です。 では今日は、第1回ホロスターズ建築王でした。ありがとうございます。バイバーイ。待ってる待ってる待ってる。